そうです。ベッラッティ、ベッラッティから左へ、ディマリアからカバーニ、ムバッペからネイマール、サディオマネ、裏へ届くか。おっと、ドルーズボール。さあコーナーキック、リバプール。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。リバプール、スクイーボール、ベッラッティ、さあ繋がるか、ディマリ、シュートに行くのか、さあ打ちに行くか、ディマリ、出ていく、なんと止めた。抜きに行くか、さあどうする、狙いましたね、上がる、マルティーニョス、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。さあ一気にカウンター、ネイマールからムバッペ、サラー、さあロベルト・フィルミノ、どうする、撫でるようなボールタッチ、シュート、ドゴールポスト、これは相手選手にディフレクション、コーナーになります。リバプールはコーナーキック2本目、サイドを使います。ここは間合いを取る、ゴールキックとなります。ディマリア、さあ左上がっていく、裏へ届くか、カバーに、これオフサイドはない、中は枚数いる、さあシュートに行けるか、シュート、さあオフサイドです。リバプールとしては現在 0-1 でビハインドなので、この前半終盤の意識が大事になってきますよね。まあ無理しないで後半狙っていくのか、それともリスク承知で同点を狙っていくのか、まあそれによって後半立ち上がりのプランも変わってきますからね。さあ左サイドへパスをつなげます、仕掛けるか、自分で行く、前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。45分間戦って1-0、リバプール1点を追う形で後半に向かいます。守備をしながらやはり点を取りに行く、追加点取られてしまいました、差が開いてしまいましたね。そうですね、パリ・サンジェルマン対リバプール、それでは続けて試合をお楽しみください。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。リバプールとしてはまだ時間がありますからね、じっくりと試合を進めていくというのも一つの手だと思いますけどもね。大きく縦へスペースへ出す、ベッラッティ、パレです、ベッラッティ、さあどこに出してくる、絶好シュート、
もらってからシュートまでの流れ非常に速かったですね。足の振りが非常に速いんですよね。なるほど。ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュート打ってますからね、パリ・サンジェルマン、チャンスを迎えたシーンがありました。バビーニョ、パリ・サンジェルマンは先ほどから前線に何枚か選手が残っています。シュート、パリ・サンジェルマン完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、まあディフェンダーがしっかり寄せてましたからね、はい、狙い通りのシュートっていうのはなかなか難しいでしょうね。縦へのボール、ディマリア、ディマリアからカバーニ、ダイク、一呼吸を置きます。長いボールを送ります。サラーから左へ、もういいですね、スルーパス、チャンスを演出できるか、どうだこのシュート、アジートボール、ここでスコアをフラットに、いいですね、流れ来てますよね。一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。キーパーファンブルを視野に入れたポジショニングセンスが光ったゴールですよね。完全にイメージしていたから今のは落ち着いて流し込みましたよね。これで今日のゲーム面白くなってきました。ワールドクラスになってくるとスーパーゴールが見たいという期待反面、実際ビッグチャンスをそう簡単に作れませんからね、はい、両チームともここっていう時に決めてきている結果なんですよね。シュート、いやスルーパスからチャンスを作りましたがものにすることができませんでした。浮き球に対していいタイミングでラインの裏へ飛び出しましたよね。これを繰り返していけばいいと思いますけどね。リバプール、なんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをクラスに入れて必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。ゴールに向かっていく、伸びてしまいました。サリオマネ、長いドリブル、足元大事にいきます。ボールのこのパス、サラーが受ける、カバーニ、さあここでカウンター、縦へのボール、リバプールは交代枠をまだ一つ残しています。今狙いましたね。ロベルト・フィルミノ、スルーパスを出す、いいボール入りますよ。収まったフリーだ、さあサディオマネ、いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。裏のスペースへ抜けてくる、ルーズになります。ナビケイト、チャンスでしたけどもね、そうですね、リスクありませんからかかったところでしょうね。チェンバレン、北澤さん、盛り上がりを見せているこのゲーム、現在この終盤で同点ですがいかがですか。そうですね、非常にスリリングな内容になってますけどもね、まだ何かありそうですよね。いけるか、いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。ルーズボール、サラへのボール、サラーからサディオマネ、これはチャンスだ、少し出ましたね、これ仕掛けるか、シュート、止めた、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。
パリサンジェルマン。ここでベンチが動きます。絶好の位置で受ける。ドリブルで切り込んでのシュートでした。まあ彼にボールを持たれてしまったらシュートまで行かれてしまいますよね。そうですね。多少のリスクは確保して人数かけていった方がいいと思うんですけどね。ウバッペ非常にドリブルがキレのある選手です。そうですね。個人で1枚シュート、アリサンデルマン。このゲーム終了間際での同点弾。ここそして今試合終了。2対2引き分けです。両チームよく戦いました。さて北澤さん、試合の総括をお願いします。結果として引き分けましたけども、やっぱり修正すべき点はお互いにあったと思うんでしょうね。そこをしっかり見直して次に生かしていけばまたさらに。このゲームの舞台はリバプールのホームアンフィールド。ゴール裏のコップスタンドはすでにサポーターによって赤く染められています。この時間はリバプール対パリサンジェルマン、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤。あ、球だ、決まった、先制、パリサンジェルマン。立ち上がりから早速ゲームが動きます。来ましたね、立ち上がりから。頭で流し込んだ、見事な一発。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。さあリバプール、この早い段階で失点といきなり足元を救われてしまいましたね。まあ入りとしては良くなかったんですけどもね、この後いくらでも展開変わります。シュート、おお、いや、守備陣ゴール前への突破を許してしまいました。非常にこうアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよね。カバーニ、キャプテンマークを背負っています。シャキリー、さあロベルト・フィルミノ、右サイド上がっていきます。クロス、これは直接キーパーへ。ドラクスラー、ドラクスラーからムバッペ、裏へ届くか、自分で行く、打った、シュート、いやー素晴らしい。パリ・サンジェルマン怒涛の追加点。ただいまの得点いかがご覧になりますか。
そうですね、しっかり合わせたいいボレーシュートでしたね。シュート、ビッグ、リバプール、あと1点のところまで詰めてきました。ロベルト・フィルミノ、相手のマークをうまく外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか？そうですね、見事に相手ディフェンスを翻弄しましたよね。これは普段絶対に開かないところにバイタルできましたからね。崩し方も良かったですけども、さらにこういうチャンスを確実に決める正確さがまた素晴らしいですよね。シュート、決まった、追いついた、リバプール。ここでスコアをフラットに。いいですね、熱い一発になりそうですね。シュート前の一歩で勝負あったか。キレのあるスルーパスからの一発。そう、試合で何回も訪れないんじゃないでしょうかね、こういったシーンというのはね。両者のタイミングが合わなければ生まれないゴールですからね。ロベルト・フィルミノ、今日2点目のゴールです。さあ、リバプールとうとう同点に持ち込みました。いや、このチームのポテンシャルですよね。もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で選手間の意思疎通が取れているなと思いますけどもね。ここは通しません。サラ、ベッラッティから右へ、素早いパスで攻め上がっていきます。リズムを刻む。サラ、大きく縦へ、ブラッペックからのフィードボール。サディオ・マネ、ロベルト・フィルミノから先にチャンス、コーター、これ仕掛けるか。シュート、ドポスト、いやー、いやポストに嫌われました。いや、本当に数センチ重要なところですよね、狙ってる範囲はね。ロベルト・フィルミノ、今のチャンスはものにすることができませんでした。パレです。ネイマール、今日ワンアシストです。スペースへ出す、来た、残ってる、スルーパス。さあ、ドラクスラー、サディオ・マネ、ロベルト・フィルミノからシャキリ、カウンターを仕掛けます。このパスを防ぎます。パレです。パレですから長いボール縦へ。さあ、ムバッペ、チャンスだ、シュート、アリソン、ルーズボール、残せるか。クルザワ、これをカットします。サラーが受ける。さあ、カウンターを仕掛けます。スペース出ましたね。おっと、いいボールでしょ。サラーへのボール、抜けてくる、丁寧に足元を使う、仕掛けるか。チャンス来た、シュート。さあ、コーナーキック、リバプール。このファーストハーフ最初のコーナーキックはリバプール。ポスト左をかすめていきました。クルザワ、ネイマール、中切り込む形。さあ、ドラクスラー。前半終了です。非常に動きのあるファーストハーフでした。熱いゲーム。さあ、ここでお話を伺います。前半は点の取り合いになりましたね。いや、素晴らしい前半でしたね。お互いに特徴を出し合った前半だと思いますね。でもまだ同点ですから、この後も注目ですね。リバプール対パリサンジェルマン、2対2の同点で後半を迎えます。そうそうとこの後半始まっています。ほぼ互角の展開。さあ、ボールはロベルト・フィルミノへ。縦へのボール、ネイマール、
さあカウンタースピードを上げたいところ、スペースへ出す、フリーだ、上げてくる、頭決まった、勝ち越せ、アリサンデルマン。後半開始早々いきなりの1点、今のはあっという間に決まってしまいましたね。そうですね、得意の形でしたし、相手もついてこれなかったですからね。チームとしてのストロングポイントで奪ったゴールですからね、これは自信深まりますよね。カバーニ、今日2点目です。さあパリサンジェルマン、ここでリードを奪いました。ベッラッティ、ドラクスラースルーパスを出す、このボールに触ります。リバプールとしては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね、はい、守備の数的不利なリスクを背負ってでも点を取りたいんでしょうね。そうですね、ネイマール、いやー今のは北澤さん、ファインセーブでしたね。いやー、いい反応ですよね、ファインセーブですよね。これはこの難しいボールによく触りました。オーバーヘッド、いやー果敢にオーバーヘッドで狙ったんですが、ここは決められません。アクロバティックに狙ってきましたけどもね、こういったプレーがあるとね、スタジアム盛り上がってきますからね。パリ・サンジェルマン、決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。こぼれてルーズボール、パリ・サンジェルマン、ここでファールをもらいます。これはカード、アリサンジェルマンがメンバーチェンジをします。ラビオ、長いボール縦へ、サラ、中切り込んでいく、アリサンジェルマンは交代枠を2つ残しています。組み立てながら攻め上がっていく、シュート、ルーズボールになる、中は枚数いる、どうだ、これは相手選手にリフレクションコーナーになります。リバプールは2本目のコーナー。さあサディオマネ、チャンスが続く。リバプールは今日3本目のコーナーです。パリ・サンジェルマンは1本です。また中央へ、ネイマール、マティ、ナビケイト、カウンターを仕掛けていきます。このパス、ネイマール、ムバッペ、ムバッペ、ゆるく狙ったボール、いいボールだ、ここで受けて、素晴らしいパス、パスをつなげます。チャンスを演出できるか、シャキリ、さあ一気にカウンター、また中央へ、カバーニ、本日2ゴール、さあハットトリックまであと1点です。ネイマールから左へ、裏へ届くか、低い弾道、アリソン、ここは抑えました。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。ネイマール、ラビオ、右サイドへ振って、長いボールを送ります。
ムバッペからネイマール、狙いましたね、マティブから大きく縦、激しいボールの奪い合い、ムバッペへのボール、ムバッペからサイドのスペースへ、裏を狙っていきます、コーナーキック、パリ・サンジェルマンはコーナーキック2本目、リバプールは3本、そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね、最後しっかり守ろうという感じ出てますよね、パリ・サンジェルマン、もう無理にはいきません、スルーパスを出す、スルーパス打つか、打っていった、来た、追いついた、リバプール、このゲーム終了間際での同点弾、これは見事なカウンターからのフィニッシュ、北澤さんどうご覧になりますか、おそらく相手も警戒していたんでしょうけどもね、ここぞというタイミングですからね、それを決め切るところがまた素晴らしいでしょうね、さあリバプール土壇場での同点劇です、いや踏ん張った結果出てましたよね、古澤からターテのボール、マティプ、アーノルドから長いボール縦へ、カバーニ、マルキーニョス、笛です、3対3、両者激しい点の取り合いを見せましたが結局引き分けということになりました、さあ北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします、この引き分けをどう捉えるかですよね、勝てなくて残念なのか、勝てなくてよかったのか、
タジアムは多くのサポーターによって盛り上がりを見せています。この時間はマンチェスター対リバプール、こちらの一戦をお届けいたします。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあファーストハーフ見ていきましょう。マンチェスター対リバプール、サイドの紹介です。左から右にマンチェスター、画面右側がリバプール、右サイド上がる緩いボール、マティッチ、マティッチから大きく縦へ、裏のスペースを狙う、抜けた、オグバックからのスルーパスは通りませんでした。サラー、サディオマネ、細かいパス回し、サイドを使います。サラーへのボール、ロベルト・フィルミノ、さあどうする、一呼吸置きます。サイドへ、ロベルト・フィルミノからアーノルド、クロスはディフレクション、コーナーキックになります。このファーストハーフ最初のコーナーキックはリバプール、さあどこに出してくる、マルシャ、スルーパスを出す、カウンターを仕掛けていきます。オグバックからのパスは通りませんでした。チャンス、抜けた、抜けてくる、さあ左へ預けて、さあカウンターを仕掛けます。さあロベルト・フィルミノ、パスをつなぎます。出ましたね。あっとこれシュート、こぼれた、これは素晴らしい反応でした。いやそうですね、落ち着いて処理しましたよね。いい判断ですね。リバプール決定的なチャンスを迎えたシーンでした。ファビーニョ、どうする、さあロベルト、シュート、アレクシス・サンチェス、アレクシス・サンチェスからルカク、マティ、これはファールです。さあ前半中盤に差し掛かる時間帯、スコアは0対0です。さあボールはルカクへ、シュート、アリソン、いやいい反応でしたね北澤さん。いや素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。この場面でスーパーセーブです。マンチェスターとしては高さありますからね、狙ってくるでしょうね。少しルーズになるマンチェスター、これはスローイン、ショックからマルシャル、サラ、ロベルト・フィルミノ、チャンスを演出できるか、裏へ届くか、どうだこのシュート、拾いたい、バレンシアからターテへのボール、ロバートソンからサディオマネ、パスの効果、クロスを選択、シュート、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。ポグバ、裏へのスルーパス、このボールはマルシャル、いい展開ですね。もう一回、さあ左サイドへ、ポグバ、この柔らかいパス、マルシャルからのクロスボール、アリソン、ここは抑えました。
アリソンからサディオマネ、バレンシア、このボールに触ります。アレクシス・サンチェス、チャンスになる。ロバートソンから長いボール縦へ、スルーパス、このパスが抜ける、シュート、先制、マンチェスター、リバプール相手に先制点をもぎ取ります。素晴らしいワンツーからのゴールでしたね、マンチェスター。そうですね、お互いのゴールまでのイメージが共有できてましたよね。素晴らしいコンビネーションでのワンツー突破でしたね。先制ゴールが決まりました、マンチェスター。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、2点3点と一気にいくケースもありますよね。さあここでカウンター、ここで長いホイッスル、前半終了です。45分間戦って1対0。さあ前半いかがでしたか。リバプールとしては攻守のバランスを取りながら試合を進めてたんですけど、終盤で一瞬の隙を突かれましたね。そうですね、ただまだ1点差ですから、それほど慌てることはないと思いますけどね。なるほど、マンチェスター対リバプール、それでは引き続きゲームをお楽しみください。後半見ていきましょう。リバプールとしては早めにペースをつかんでいくためにも、この立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね。さあ左へ預けて、マティッチ、ワットしたボール来た、これはファルタないですね、吹かないですね。サディオマネ、左サイド上がっていく、サラーへ、素晴らしいパス、どうだ、ポグバ、マティッチ、さあカウンターのチャンスになります。いいボールだ。さあマルセル、さあシュートに行くのか、アレクシス、どうだ、シュート、マンチェスターとしては高さで勝負してくるんじゃないでしょうかね。マルセルから左へ、オフサイドです。いや、オフサイドになりましたけどもね、前のダイレクトパスは見事でしたね。長いボールを振ります、マルセルからルカク、このボールはつながりません、大きく縦へ、さあ一気にカウンター、ゆるく狙ったボール抜けた、チャンスだ、ループシュートでしょうか、うまくボールを浮かせることができませんでした。まあ、相手のこう意表を突くというかね、そういったシュートだったかもしれませんけどね。マンチェスター、今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。仕掛けるか、さあサラ、リバプール、ここでファールをもらいます。さあいい位置です、同点のチャンスです。直接ルーズボール、ボールを追いかける、いけるか、オフサイドです。最後ワンタッチで入れてきましたけど、アイディアとしては良かったと思いますけどね。バレンシア、スペースへ出す、いいボールだ。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。リバプールとしてはシュートは打ってるんですよね。この時間帯で決めて終盤での流れを変えたいところでしょうね。マティップ、さあここから持っていく、
ンチェスターとしては先ほどから前線の選手はほとんど守備に参加してないんですよね、うん、攻めに集中してスタミナ消費を抑えてるんですよね。なるほど、そうすると守備の面では多少リスクを負うということなんでしょうか。そうですね、守備の際に前線の選手が相手を追わなくなると、うん、味方のディフェンダーは高い位置からパスコースを限定しづらくなりますからね、うん、まあその分カウンターでの威力は驚異的ですよね、うん、ナビケイタさあ持っていく、もう乗れましたね、シュート、リバプール、この時間で追いつくことに成功しました。ロベルト・フィルミノ、もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね。今のはリバプール、ここで追いつきました。もうこのレベルになってくると一つの試合で大きなチャンスっていうのはそんなに何回もありませんからね。そうですね、それを確実にものにできた方が最終的に勝者となるんでしょうね。スルーパスを出す、裏へのスルーパス、この位置でボールを受けます。ここは間合いを取る、ゴールに向かっていく、クロス低い、アレクシス・サンチェス、いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。柔らかいボール、ちょっと伸びてしまいました。チャンスでしたけどもね、そうですね、やっぱり時間ありませんからかかったとこでしょうね。ロベルト・フィルミノからスペースに出る、ここで丁寧にボールを扱う、どうする、ドルーズボール、両チーム一歩も譲らないというこのゲーム、同点ではありますがこの終盤いつ試合が動いてもおかしくない状況です。そうですね、非常にスリリングな内容になってますけどもね、まだ何かありそうですよね。マンチェスターとしてはもう残りこの時間で何とかしたいところですよね。マルシャン、マティッチ、ダッシュフォードからルカク、ボール入りましたよ、おっといいボールでしょ、撫でるようなボールタッチ、ボールを早く上げたいところ、どうしたいのか、飛び出しがちょっと早かったようです。ダッシュフォード、いや本当にディフェンスラインギリギリですよね。アーノルド、エンダーソン、自分で行くのか、ここは守りきるしかないですよ。スルーパス、おいい形じゃないですか、足元のシュート、ロベルト・フィルミノ、北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。いや、もらい方よかった、シュート、シーノグと、このタイミングで長い笛、最後は同点弾ならず、2対1リバプール、結果として見事逆転で勝利を収めました。しかし北澤さん、
このゲームはリバプールのホームアンフィールドで行われますが、赤い要塞はすでに熱気に包まれています。相手に与えるプレッシャーは相当なものでしょう。まさに This is Anfield。 この時間はリバプール対パリサンジェルマン、こちらをご覧いただきます。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤カバーに、わずかに右へ逸れました。カバーニ、チームのキャプテンです。ファビーニョ、マティップ、アーノルド、コーナーキックです。このファーストハーフ最初のコーナーキックはパリ・サンジェルマン。ナビケイタ、さあ右へ預けて抜けてくる、さあキャロのパスは通りませんでした。サラー、サイドのスペースへ走らせる、プレッシャー、スペースへ出す、もうこれいいでしょ、上げる、ちょっと合いませんでした。縦に大きく放り込む、マルキーニョス、マルキーニョスからネイマール、決めましたね。サイドのスペースを使います。もういいですね。フリーボール、カウンターを仕掛けます。ロベルト・フィルミノ。さあ前半ここまでは両チームともに0対0のスコアです。ボールのどこのパス、縦へのボール、カバーニ、さあ左サイドへ、ネイマール、ネイマールからカバーニ、パリサンジェルマン、これは奪い返します。スルーパス、いいボール入りますよ。サラーへのボール、お、これいいですよ。自分で行く、一旦前を取る、さあサラ、ルーズボールになる、大きく縦へ、カバーニからネイマール、さあつながるか、チャンスを演出できるか、しました、ね、ネイマール、拾いたい、ナビケイタ、さあカウンターのチャンスになります。ロベルト・フィルミノ、ここ来ましたよ、この柔らかいパス、来た、シュート、もう一度、いやスルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。いやシュートの前のパスなんですけどね、ディフェンダーにとって嫌な位置にボールを落とす、クレバーなプレーだったと思いますね。リバプール決定的なチャンスを収めることができませんでした。これはつながりません。仕掛けるか、マルキーニョス、一旦キーパーに戻します。古澤、長いボール縦へ、ベッラッティ、ドリブルで仕掛ける、ふわっとしたボール、長いボールを送ります。さあ一気にカウンター、さあ持っていく、ナビゲーターからのフィードボール、いやー、いやーもうギリギリのクリアって感じですよね。ムバッペが受ける、裏へ届くか、キーパー、素晴らしい反応でした。いやーいい反応ですよね、ファインセーブですよね。これはパリ・サンジェルマンコーナーキック2本目、
サディオマネ、どうする、ボールが迫る、さあサラ、カバーニ、ベッラッティ、パレデス、パスでつないで攻め込んでいきます。ボール入りましたよ。アリサンデルこぼれてる、ボールを追いかける、ベッラッティ、さあどうする、ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。前半0対0、両チーム得点につながりそうなシーンもいくつか見受けられましたが、結局スコアに動きはありませんでした。45分戦って自分たちのコンディションはある程度把握できたんじゃないでしょうかね、うん、はい、この後は今日の調子に合った攻め方、守り方で来るでしょうから、はい、また違った展開になるでしょうね。なるほど。リバプール対パリサンジェルマン、得点は動かないまま後半を迎えます。さあご覧のようにシュート、決まった、先制、パリサンジェルマン、後半で試合が動きました。まさにディフェンダー間に見出したゴールへの軌道、正確に乗せてきました。いや、キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。ああいったところを打ち抜ける正確さっていうのは大きな武器ですよね。パリサンジェルマン先制ゴールが決まりました。1対0。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、はい、2点3点と一気にいくケースもありますよね。これ仕掛けるか、さあどうだ、いけるか、打っていった、なんと止めた、クロスを上げる、これはどうだ、来た、通って、リバプール、いやこれはまたすぐに追いついちゃいましたよね。今日は動きのあるゲームになってますよね。ロベルト・フィルミノ、今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。いや、パスの受け方、もらう位置、タイミングシュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。リバプール同点に持ち込みました。得点直後の相手って集中力切れますからね。まさにそこをついたゴールですよね。頭だ、守護神サウル、こぼれた、まあクリアが精一杯ですよね。ムバッペが受ける、今狙いましたね、抜けてくる、来たぞ、ファンダイから大外までゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。収まったフリーだ、さあムバッペ右サイドへ振って、ベッラッティシュート、止めた、いや今のは北澤さん、ファインセーブでしたね。いや今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。この難しいボールによく触りました。パリサンジェルマン今日3本目のコーナーです。いや素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。パリサンジェルマン決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。ドラクスラーからアーチのようなパス、シュート、来た、勝ち越し、パリサンジェルマン、もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはさあパリサンジェルマン、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。シュート、ゴールマウスのわずかに左、ギリギリですよ、ゴール1個でしょ。リバプールは先ほどから前線に何枚か選手が残っていますね。そうですね、前の方で虎視眈々とカウンターを狙ってる感じですよね。しかし北澤さん、味方の選手からすると守備の人数が足りないですよね。で、一人一人の負担が増えてしまうのではないでしょうか。まあ確かにそうなんですけどもね。
逆にボールを奪った時には、ええ、まずこの選手に出せばいいので、うん、気が楽な分もあると思いますけどね。前線の選手に預けさえすれば、はい、とりあえずラインも上げられますからね。そうですね。ポールのがこのパス中に合わせてくるか、ね、中に入れる。パリサンジェルマン奪い返します。マルキーニョス、クルザワ、失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。サイドを使う、もういい形ですよ。フラッグは上がっていません。フリーで受ける。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。スター、これはシュート。スター、追いついた。リバプール再び追いつきます。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。いや、綺麗なカウンターでしたよね。仮に相手は分かっていたとしても今のようなタイミングで決められてしまう。シュート、アリソン、いや、いい反応でしたね、北澤さん。そうですね、難しいボールでしたけどもね。いや、よく取れましたね。好セーブを見せました。どう蹴ってくるのか見ものですよね。正確に流し込んできました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。今日2点目です。さあ、パリサンジェルマン土壇場での勝ち越しゴールを決めました。いや、ここで頭一つ出ましたよね。ここまで非常に攻守のバランス良かったですからね。パリサンジェルマンとしてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、もう時間が過ぎるのを待つだけですね。ここでのパスは危ない。ファビーニョからターテへのボール、主審上を口に加えて